現在100万以上の人口を抱える広島県広島市。1945年8月6日午前8時15分、当時およそ40万の人々が暮らすこの町に、人類史上初めての原子爆弾が投下されました。元安川の岸辺に残る原爆ドーム。この建物は1915年大正4年にチェコの建築家ヤン・レツルが設計した広島県産業奨励館という施設でした。建物はレンガと鉄筋コンクリートで作られた3階建て。中央階段室だけを高さおよそ25メートルの5階建てドームとした、当時としてはとてもモダンなものでした。ここでは名前の通り県内の物産の展示販売のほか、美術展や博覧会など文化的な催し物にも利用されていました。昭和20年8月6日朝、広島を攻撃すべく原子爆弾を積んだアメリカの爆撃機 B-29 が飛来します。広島上空9600メートルから投下された原子爆弾はこの建物の上空580メートルの位置で炸裂します。原爆は凄まじい爆風と高熱を発し、一瞬のうちに広島の街を包みます。原爆による熱線は3000度以上に達し、ガラスや屋根瓦を一瞬で溶かします。そして1平方メートルあたり20トンもの圧力を持った爆風が風速440メートルで吹き荒れたといいます。ドームの丸屋根を覆っていた銅板も溶け、鉄骨だけがかろうじて残りました。産業奨励館は爆風が上からまっすぐ下に働いたので倒壊を奇跡的に免れましたが、中にいた人は全員が即死しています。原爆の炸裂は周囲2キロに及んで建物のほとんどを吹き飛ばし、さらに火災により爆心地から半径3キロ以内の9割の家屋を焼失させました。この一発の原爆で1945年末までに熱線や爆風、放射線によって14万人以上の人々が犠牲になりました。3度の保存工事によって今も被爆直後の姿を残す原爆ドーム。この建物は人類の歴史上最初の核兵器による災害を後世に伝え、核兵器の根絶と平和の大切さを静かに訴え続けています。ドーム前を流れる元安川の対岸には1954年に完成した平和記念公園が望めます。平和記念公園は世界の恒久平和と核兵器廃絶の願いを込めて、爆心地に近い
太田川と元安川の中洲に作られた広大な公園です。毎年8月6日、原爆死没者慰霊碑を中心に平和記念式典が行われます。安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから。広島の心が刻まれた中央の石室には、被爆し亡くなったおよそ27万の人々の名簿が収められています。そして水を求めてやまなかった犠牲者を慰めるため、慰霊碑を囲み長さ70メートルの池が続きます。その先に灯る平和の灯火。この日は日本にある宗教12の宗派と全国の工場地帯の溶鉱炉から届けられた日で、核兵器が地球上から姿を消す日まで燃やし続けようという反核の象徴となっています。公園の北に立つ原爆の子の像です。台座の頂上に金色の折り鶴を捧げ持つ少女のブロンズ像は、2歳の時に被爆し12歳で亡くなった佐々木貞子さんがモデルになっています。貞子さんは鶴を千羽折ると病気が治ると信じ、薬の包み紙や包装紙などで1300羽以上の鶴を折り続けました。この像は貞子さんの同級生たちが原爆で亡くなった子どもたちの慰霊碑を作ろうと全国へ呼びかけて始まった募金によって1958年5月5日に完成しました。像の周りには原爆で亡くなった子どもたちを慰めるための折り鶴が捧げられています。今も日本の子どもたちをはじめ世界各地から多くの千羽鶴が届けられています。宇宙を表現したドーム型の屋根に覆われる平和の鐘。鐘の表面には世界は一つを象徴する国境のない世界地図が浮き彫りになっています。この鐘は平和共存の世界を目指すシンボルとして作られました。原爆ドームは国内でも原爆の悲惨な記憶を呼び起こすという理由で撤廃を求める声も少なくなく、また世界遺産登録に際しても登録に反対する国々もありました。しかし人類にとっては負の遺産ですが、人類史上最初の原子爆弾による被害の惨禍を伝える歴史の証人としての価値が評価され、1996年世界文化遺産への登録が決定されたのです。